ていう。でもよくびっくりされるのは、薬をちっちゃい頃からずっとコーラで飲んできたんですけど、うん、それ意味あんの？それがめちゃめちゃ驚かれるというか、僕からしたら普通だったから、うん、最近こうやって言われるようになって、うん、あ、これ普通じゃないんだって。逆にダメなんやみたいな、はい、だってもう薬飲んでゲップ出るでしょ。いや、なんか薬って早く溶けた方がいいかなと思って、はい、コーラで飲んだらシュワシュワで溶けそうな感じあるじゃん。イメージね、はい、イメージね。だから即効性はコーラの方が水よりあるのかなと思って飲んでたんですよ、あ、そうなんだ、はい、でももう今はやめて水で飲んで。いや、今もコーラない。薬飲む時はコーラで。なんで？いいっすね。なんでコーラやと思いましたか？コーラが好きっていうのは知ってるので、まあ、それしかないかなと。もうコーラで薬飲む言うてましたよ。本当に飲むんですか？いや、本当に飲んでるんですか、はい、うわー、目撃証言もあんねや。ずっとやめてくださいって言ってるんですけど、うん、もう絶対これの方がいいんやつって。あ、同じこと言いました、私も。やめた方がいいと思うって。そうです。さっきも言われたんだけど、うん、俺薬コーラで飲むのよ。いや、マジでそうなんですよ。これ本当にこれ、それあんま良くないですよ。本当に小さい頃からもうそう育ったから、おかしい。そのみんながおかしいっていうのがおかしい。逆にね、俺からしたら。生まれた時か、それ。それさ、聞いてるの、自分の中で。聞いてる聞いてる。しかも早く聞くんですよね、うん、溶けるのが早いから。いや、それだシュワシュワで。いや、ガチなの。ダメな溶け方してるんだよ。本当？それコーラ飲んだら。だから俺カプセルめっちゃ苦手なので、俺水で飲むとカプセルの飲めないの、未だに。だけどコーラだとコーラをさ、なんていうの、薬ってこう、うん、なんかゴクってこう上向いて飲むわけやん、はいはい、でコーラをそれで無理じゃない。コーラは上向かないでも飲めんの。だから薬も飲めるって、うん、おかしいやん。おかしいおかしい。やめた方がいい。何で飲むの？水。マジ水。だってさ、錠剤とかあるやん、粉、はい、あれさ、水味変わるやん。それはそう、ちょっとまずくなっちゃうやん。薬ですから。俺あれがもう、え、だからもうそれコーラに薬が当たってる時点でもうそれ薬の意味ないっすから、ね、いや、でも溶けてるから、はい、ダメなんだよな。まあでも聞いてるならね。そう、聞いてる聞いてる、まあ、聞いて、もうそれだから薬。え、ダメなんかな。ダメっすって。結構みんなに言われるんだけど。真岡さんの質問しよう。あ、じゃあ何でしたっけ。